土佐岩原駅は、高知県長岡郡大豊町岩原に所在する四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、リツー8。土産線における、高知県内最初の駅であり、高知県内における、最北端駅ともなっている。さらに、1974年に、土佐電気鉄道空き線が廃止されてから1992年に、浅海岸鉄道、 朝東線が開業されるまでは、道県内における最東端駅でもあった。上り方の自駅、大ボケとの間には、徳島、高知県境とともに、全長4179メートルの大ボケトンネルが存在する。道トンネルは、1986年3月の予算線短絡ルート開通に伴い、犬寄せトンネルが使用開始となるまで、 四国島内の JR 線における最長のトンネルとなっていた。現在は普通列車のみ停車する。一番線ホーム相対式ホーム二面二線を有する地上駅。現在は無人駅となっている。鉄骨平屋建ての駅舎には大宝町農協岩原事務所が併設されていたが廃止され、それ以後 JA が入居していた部分にはシャッターが降りている。ホームは 古戦橋で移動する。トイレは閉鎖されていて使用できない。現在、駅舎は取り壊され、さらちになっている。ありがとうございます。